今日の動画は、SNS に転がっていたツッコミ要素しかない画像をいっぱい集めてきたからみんなの頭の中をツッコミまみれにさせてもらうぞ。ツッコミまみれってどういうことだよ。でもなかなか楽しそうな企画ではあるからワクワクするぞ。やっほほー、どうもコケゾーです。そしてチビゾーです。というわけで今日は、いろんなジャンルのツッコミ要素しかない画像を大量に持ってきたからみんな名ツッコミになって帰ってくれよう。正直 SNS に転がっている画像ってのはツッコミ要素しかないんだけどな。その中でもネタ要素多めってことだよな。もちろんその通りだ。そんなわけで今日も今日とて面白い動画を作っていくからチャンネル登録高評価、コメントで動画を盛り上げてくれると嬉しいぞ。いつもみんな見てくれてサンキューだぞ。というわけで前置きは終わり。それでは本編行こう。というわけで本編に入っていこうと思うんだが、まず最初に紹介するツッコミ要素しかない画像はこいつだ。人面馬と恋愛するアプリだね。最初からクライマックスみたいな画像をぶち込んでくるなよ。なんだこのカオスすぎる画像はよ。さすがにこれ以上要素を増やしてしまうと脳みそのキャパが爆発しそうだから無駄な UI とかがないのも好きだぞ。なんでこんなおかしい構図なのにちょっと恋愛が進みそうな雰囲気があるんだよ。恋愛は見た目だけじゃないんだぜ。こんな感じで進めていくから最後までよろしくな。それじゃあ次の画像はこれだ。弓道部の部活紹介だな。こいつは的になりたくて弓道部に入ったんじゃないだろ。なんか先輩の背中が情けなく見えそうだからやめた方がいいぞ。この後待っているのはこの標的2機を一斉射撃するという学校で一番盛り上がるイベントだぜ。まさかのこいつは生贄だったのかよ。無事であることを祈るぜ。それじゃあ次はこんな画像の紹介だ。ウーパンポケモンだ。なんだろうな、このなんとも言えない虚無感。このピカチュウには何か心がありそうだぜ。それじゃあ下ろすときに暴走して人間を襲う展開じゃねえか。しかも何かサウナハットのようなものをかぶってるのも気になるよな。さすがツッコミ要素しかない画像だぜ。みんなも一緒にツッコミどころを探してくれよ。よし、それじゃあ次の画像に行くぞ。道を間違えたおじいさんだな。あまりにも間違いすぎてるけどどうやって軌道修正するんだよ。もし合ってたとしてもこんな日に出かけるなよ。どうしてもジャンプを発売日に読みたかったんだろうな。外出理由中学生すぎるだろこのおじいさん。無事だったなら何よりだけどな。危ない時は不要不急で外出するんじゃないぞ。それじゃあ次はこんな画像だ。大道芸ポケモンだ。さっきから野生のピカチュウたち暴走しすぎじゃないか。しかもこいつは変にスレンダーだしちょっと不気味だぜ。しかも器用にバルーンアートをして子供たちを喜ばせているからやっぱりアニメと解釈一致のピカチュウだよな。こんなの子供が走って逃げるぐらい変なピカチュウだぞ。なんか夢に出てきそうだから次に行ってくれ。はいはい、それじゃあ次の画像へ行こうか。空間通り抜けバグだな。なんで入れたんだよってレベルの体つきだな。てか普通にこっち見んなよ。多分この後誰かに助けてもらっただろうな。サクサク行こうか、次の画像だ。テレビと SNS の報道の違いだ。これは超一ツッコミどころが多いかもしれないな。テレビが公平な報道をしてるわけねえだろ。ナイスツッコミだ。SNS も最近デマが多すぎるから何も信じれないってのが正解なんだけどな。真実は自分の目で確かめないとわからない。ネットリテラシーをみんな強く持とうな。急に某 NHK みたいな動画になってしまったな。よし、それじゃあ次はこんな画像だ。お供え用の容器にぴったりだよね。誰だよ親戚の中でこれを再利用しようとしたやつ。あまりにもスケベすぎて弔いの気持ちがなくなってしまうって。もしかしたら仏様がめちゃくちゃスケベだったりしてな。天国でもスケベでいてほしいという意味かもしれないぞ。それにしてもそこに花を刺すのはクレイジーすぎる。何も知らないおばあちゃんがやったんだろうな。インテリアとしてはいい感じだけどな。気を取り直して次の画像はこれだ。とある商店街のポスターだな。商店街ってこういうことするから本当好きなんだよな。多分鬼滅がめちゃくちゃ流行ったから流行りに乗れ。って思ったんだろうな。これはさすがに神コスプレイヤーだよな。ちょっと鳥肌が立つくらいいいポージングだぜ。その言葉もツッコミ要素として受け取ったらいいか？なぜだ？このおじさんはとても美しいぞ。それじゃあ次の画像だ。かわいそうすぎるアンケートだな。イメージだけで投票されてるのマジでかわいそうだな。でもなんとなく言いたいことはわかるんだよな。まあそういう時もあるってことだな。サクサク行こう。次の画像はこれだ。真剣な歌番組だ。一気に場の空気が乱れるだろこんなの。しかも曲名がこの人の自己紹介みたいになってやがる。女装をしたままこっちを見られるのは歌っている人からしてもなかなかの苦行だろうな。
笑いを絶えながら歌うとかいうドッキリかと思ってしまうぜ。それじゃあラストスパートかけていくぞ。どぶえもんだな。何があったらこうなってしまうんだよ。オブジェが倒れてしまったってわけではなさそうだな。もちろんこれがデフォルトの展示物だぞ。まあ現実を見たくないという風刺画的存在なのかもしれないな。ドラえもんからそんな深いことを読み解きたくねえよ。それにしてももっとやり方があっただろ。これがどこにあるか知ってる人はコメ欄で教えてほしいぞ。それじゃあ次の画像だ。相手の被害者ということだな。人間が狩る側だといつから錯覚していた？熊の怖さをしっかり伝えてきてるなこれは。人間も狩られる時が近いってことだ。それじゃあ今日ラストのツッコミ要素しかない画像はこれだー。もうツッコミたくてもなんてツッコんでいいかわからなさすぎるってこいつ。というわけで今日は SNS に転がっていたツッコミ要素しかない画像をいっぱいまとめさせてもらったぞー。やっぱり SNS ってバカな画像の宝庫なんだな。全部にしっかりとツッコミ要素ばっかりで最高だったぜ。他にもみんなが持っているツッコミ要素満点画像があったらコメント欄で教えてくれよなー。じゃこの動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。